どうも、吉本プラモデル部片倉ブリザードです。はい、今日はですねこれを作りたいと思います。じゃーん、 LBX 破壊王ね、ゴーダ半蔵くんのね LBX です。もうね、破壊王 Z とかも再販されてるんですけど、この破壊王をね作ろうと思って。かっこいいね。最初ね、ジョーカーを好きになる前はね、破壊王が好きだったんですよ、実は。よし、ということで、作ってみよう。久々に作る。これも実は人生で2体目ですよ。じゃーん。いいね。やっぱゴーダってかっこいいんだよな。見てほら、この。この、フォルムもかっこいいし。僕と思って。番長です、番長。よっしゃ。じゃあ作っていきたいと思いまーす。よし。はい。今頭完成。これライオンなのかな？赤いよ。ライオン？でもライオンか。そうだよね。ライオンない。赤い王。うん、やっぱね、でも破壊王の印象強いのはあれかな。この間も話したけど、やっぱ最初の3話目とかかな。3話目とかで、まあ、アキレスを取り返そうとして、ね、戦い挑んで、カズとアミちゃんと3人で、でそこで、あれだよね、ウォーリアが倒されちゃうんで、破壊王の、カズの。破壊王ね、最初だから出てきた時めちゃくちゃ強いから、もうね、すぐ惚れちゃいましたよ。やっぱガオーキャノン、このね、ガオーキャノン、これガオーキャノンが最強なのよ。ガオーキャノンって言って、行け破壊王って言って、かっこいいんだよね、この半蔵ゴーダが。で、このガオーキャノンが、あのね、打った時にちょっとだけね遅れるっていう。それをヒントに倒したっていう。ちょっと動きが鈍くなるんだね、打つとき。そうそう。それに気づいたカズが、そう、ここに、ね、カズが気づくんだよ、それに。ウォーリアがやられてるのに、カズが気づいて、それで勝つんだよね。バンガアミちゃんと二人で。あれはね、いいシーンだった。うん。はい、ということで今ね、腕が完成しました。よし、あとは足だ。足を組み立てよう。よ、うん、やっぱ破壊王ガタイがいいからかっこいいな。このね、破壊王のね、ゴーダくんいるじゃないですか。このゴーダの俺好きだったんですけど、あのね、ゴーダ三人衆っていう下っ端のね3人がいるんですよ。クイーンのリコ、ナズーの鉄王、マットドックの銀次っていうこの3人なんですけど、俺ね、このね3人が本当に好きだったんですけど、このね3人のプラモがね発売されなかったんですよ。 LBX が破壊王はだけで、ゴーダ君の破壊王だけで、まあサブキャラって言ったらサブキャラなんですけど、結構主要キャラというかだったんですけど、発売されなくて、あれ欲しかったなと思って。ナズーってね、部長と同じ名前ですよ、ナズー鉄王。ナズーの鉄王。でも俺やっぱね、マットドッグの銀次が好きでしたね。ずっと真似してた、当時。なんかね、灰色の顔してるんですよ、銀次は。マットドッグがね、カメレオンでかっこいい。あれね、なんで出なかったんだろうな、ブラも。絶対かっこいいのに。カメレオンなんですよ、使ってるのは、LBX。あれ良かったな。で、最初追い詰めたんですよね、その三人が。バンとカズとアミちゃんがね、最初、まずそこの三人に勝って、ゴーダの元に行けたんですよ。あれ良かったな。かっこよかったな、マットドッグ。クイーンも意外にかっこいいんですよ。はい、ということで今、破壊王完成しました。こちら、じゃーん、ブーン、いいね、かっこいい。うん、
ってね、こうやって思ってした。こうやって、これなんだっけな、武器。ハガンジン。こう、ハガンジンをこれ、持たしたよ。いいね。やっぱ力強い。ライオン。めっちゃかっこいいやん。やっぱ強そうだな。ここからガオキャノン出るから。ガオキャノン。かっこいいポーズを決めようだっけ。いいね。うん、最強。はい、ということで今日破壊王を作りました。久々に作ってみましたけど、皆さんもぜひ作ってみてください。以上、吉本プラモデル部片倉ブリザードでした。チャンネル登録、いいねお願いします。